はい、どうも、百均です。今回ダイソーに行ってきました。今日気になった商品、こちらになります。テレビ用マルチリモコン。以前ね、キャンドゥで発売されてたので、一つ買って紹介したんですけど、まあ今ダイソー行くと、まあこのパッケージのものと、あと箱に入ったパッケージのもの、なんか2種類リモコンの方並んでおりました。このリモコンね、またちょっと購入してみたんですけど、今山小屋の方で使ってるテレビのリモコン、まあ前に買ったキャンドゥのやつ使ってるんですけど、なんかね、電源がうまく入らない。不具合なのかなというのもあって、ちょっともう一つ試しに買ってみようと思って、まあダイソーの方にも最近売り出してたんで、こちら購入してみました。はい、まあ物はね、同じ、前回も買ったものもイーコアさんの商品だったと思うんで、まあ、物自体は同じだったなとは思うんですが、なんかね、うまくこちらの方使えればいいなというのがあって、まあちょっと試してみようと思います。一応ね、前回買ったものがこれなんで、まあ同じ、ね、まあ全く同じものだと思うんですけど、これのね、どうも電源を押してもね、うまく、こうね、反応はしてるんですよ、こっちのリモコン。でもうまくこれがね、電波が通じないのか、テレビがすぐつかないんですよね、これ。これが悪いのか、そもそもこの機種というか、このリモコン自体がそういうものなのかっていうのもあったんで、はい、ちょっと試してみようと思います。ということで、こちら、今ね、使ってる、この小屋のテレビに、まずは設定したいと思います。借金。はい。一応ちゃんとね、この使い方の説明書、こちらがあるので、まあ、これを参考に、設定の方していきたいと思います。と言っても、まあ、普通にこういう説明書があって、どうも初期設定は、ここにありますね。電源ボタンを押しながら、4桁のメーカーコードを、チャンネルボタンにて押す。はい。ということのようで、ここ今、小屋で使ってるのがシャープの、まあ、機械なので、この一番上のメーカーコード、こちらを使って設定をしてみたいと思います。はい。ということで、現物はね、こちらなんですね。で、電池ボックス。これに電池をまず入れます。これでいいはずなんで、使うテレビがシャープなので、まあ、0004とまず入れてみました。で、これでテレビがつけば問題ないはず。で、やってみましょう。あ、でもいけますね。あ、いけそうです。これが今回買ってきた方のリモコン。はい。ちなみに、これが古い、まあ、今まで使ってたやつね。これ電源ボタンを押すと、ずっとね、押してるんですよ。光ってるでしょ、ランプ。でもね、なかなかつかない。ね、つかないんですよ。で、何回かやってたらつく。あれ？結構つく。あ、でもなんかやっぱ効きがね、悪い時は悪い。こっちだともう簡単につくようになったんで、個体差があったのかもしれませんが、はい。無事に使えます。音量も変更できますし、チャンネルの切り替えもできる。問題なく使えます。はい。まあ、前にキャンドゥでね、初めて買ったやつが、さっきも言ってたように、電源ボタンのね、効きがね、いまいち悪かって、何回かに一回つく感じだったんですよね。で、今回入れ替えたらちゃんとつくんで、こちらの方を今後は使っていこうと思います。はい。まあ、物は一緒なはずなんでね、やっぱ個体差があったのかもしれません。こちらがね、まあ、イーコアさん。から発売されてる、まあテレビ用のマルチリモコンということで、ジャンコードはこちらになります。まあメーカーはね、もうシャープ、東芝、パナソニック、ソニー、日立、三菱、三洋、パイオニア、ビクタ、DX アンテナ、フナイ、LG、オリオン、ユニデン、エプソン、バイデザイン、ナナオ、アズマ、ダイネックス、これなんて読むんだろう ?MR Max? ミスター Max? で、TYM? ネクシオン?カンデラ?ハイセンス?このあたりのメーカーのものはそのまま、切り替えて使うことができるみたいなので、はい。まあそういった形で、まあ、メーカーさんはね、これだけのメーカー、
対応しているようです。で、一応デジタル放送対応なんで、未対応の機器ということで、まあ、地上アナログテレビ、車載用テレビ、パソコン用モニター、ブルーレイ、DVD、ハードディスク、一体型テレビとか、このあたりはちょっと使用はできないようですね。まあでもちゃんと今回はうまく、ね、設定した通り動いてくれたので、うん、いい感じにちゃんと使えましたね。商品仕様としてはこちらですね。単4電池が2本、別途必要で、寸法としてはこちらの商品、48.5×168×27.5mm。重さが 62g。で、動作距離は約8メートルということです。メモリーバックアップ機能として、まあ、乾電池の交換時に電池を外しても設定してある、メーカーコードは保持しますという形になっております。ということで、今回、こちらのリモコンの方、ね、まあ、ちょっと普段使ってるものが、うん、効きが悪かったので、ちょっと新しく買い替えた形なんですが、まあ、個体差があるのか、新しく出たからちゃんと動いてるのか、この辺ちょっと不明な部分はありますけども、今回買ってきた方はしっかり、電源ボタン、一体で、はい、反応してくれましたんで、今後はこちらを使っていこうと思います。はい、テレビのリモコンがね、ちょっと壊れたっていう方は、100円ショップ行くとこちら550円で、購入できますので、気になる方は、これは今、ダイソーの方で販売されてる、はい、リモコンになりますので、まあ、ダイソーさんの方探しに行ってみてください。じゃあ今回はこの辺で、また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。